ジャンタマガン。姫川ひびきのチャンネル。さて、今回は事前に告知していた通り、ルーキーたちの挑戦を受けてコラボ配信をやるぞ。今回の相手はこちらのユニット、トライプリンセスの3人だ。これがトップ配信者のプレッシャー。さすがに桁が違いますな。けど負けないにゃ。さて、今回は一風変わったゲームでみんなと楽しんでいこうと思うんで、よろしくな。ってなわけで早速ゲームの時間だ。ちなみに今回最下位になった配信者にはやっぱり罰ゲームが待ってるよ。聞いてないぞ。そうだな、言ってないぞ。早速ですが、今回は変則ルールの麻雀対決をしてもらいます。曲ごとに配信者にはお約束の定番企画と絡めたルールとなっているので頑張ってください。さて、トン一曲は皆様おなじみ開封ガチャ麻雀です。誰が USR を引けるのか。いい配コインや。おっと、一姫、これはまずまずのハイパイ。ルーキーにしては悪くない式ですね。しかし今回は特殊な変則ルールですから、ツモ次第で誰でも劇的な上がりが期待できそうです。この辺があれっぽい気がする。おっと、姫川、かなりの高ハイパイ。トップ配信者の幸運ですかね。なあ、いきなり有効杯をがっつり引いた姫川。いきなり5枚もツモがあるのがこのルールの怖いとこですね。これはヤバげな感じがするわ。急がな。急がねば。高くしないとにゃ。意外と目当てのものが引けないのもあるあるですが、そろそろ中盤、危険な匂いがしてきたぞ。来たにゃ。これは得意にゃ。リーチにゃ。ロン。トリプルロン炸裂。いきなり派手なスタートになりました。これは痛い。確かにゲーム実況はお約束にゃ。でも真っ暗で何も見えないにゃ。お、なんかだんだん見えてきたかにゃ。にゃ、怖っ。最新技術の無駄遣いにゃ。積もって、あ、いらないにゃ。えい、にゃ。しまいました。顔面蒼白ですね。もう麻雀とは関係なくないかにゃ。トップ配信者は空を舞うスターみたいな感じ。関係ないでしょ。トップ配信者はすごいテンションにゃ。まずは山からハイパイを取るのにゃ。なんでそこは全自動じゃないのにゃ。一姫、灰山を崩してしまいジョンボです。ルーキー独特の勢いがたたりましたかね。全然いいとこなしで飛べにゃ。このままでは罰ゲーム確定にゃ。さっきから風神もかぐや姫もガンガン当たるのにゃ。逆に3対1のアウェイがあるにゃ。あ、何を言ってるのにゃ。2人は1週間の特訓を一緒に頑張った仲間にゃ。同じユニットでこれから共に頑張る2人を信じずにどうするのにゃ。さあ、オーラスはリスナーの数で半数が上がる一発逆転青天井ルールです。なんですと。そんなの一姫が一番不利に決まってるにゃ。ずるいにゃ、ひどいにゃ。待つのじゃ一姫。うちら二人のリスナーをアンさんにレイドして、一時的にアンさんのリスナーの数を引き上げるわ。何時なら最後にはやってくれる。一週間の短い間じゃったが、わらわたちは運命共同体じゃ。だから諦めなよ一姫。マジかぐや姫。なんという熱い友情。これでリスナー数は互角。あとは気合の勝負ですね。いけ、いけ、いけ。すごい、この展開は燃える。チームの罰ゲームが決定です。終わったにゃ。デビュー後
ラボで天文学的な負け方、あまりの運と鼻のなさに夢破れたのにゃ。ドッキリ大成功。実は今回のコラボ配信は最初から一姫へのドッキリ企画でした。一番後輩の新人配信者を盛り上げるべく、ユニットの2人にも協力してもらって大規模ドッキリにしてみたぞ。見事に引っかかったの。カンニーナ、これも一姫ちゃんの魅力をみんなに知ってもらうための先行投資やから。本当にびっくりしたにゃ。みんなひどいにゃ。いやこれも全部あの社長の策略だから、ほんとごめんな。計画通り。やれやれ。まあ一姫、配信画面見てみなよ。画面の向こうの奴らにも一姫の魅力伝わったみたいだぞ。おめでとう。ありがとうにゃ。じゃあ最後の締め頼んだぞ。チャンネル登録といいね、よろしくにゃ。